はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたら、グッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでにもアニメや漫画との、コラボというか、そういう話題に関して皆さんと共有してきましたが、今回コラボではないのですが、独自のこうコラボと言っていいんでしょうか、コスプレと言っていいんでしょうか、そういう記事が出ていましたので紹介していきたいと思います。まず最初の記事はこちら、縄文新聞からです。動画付きですね。完成に15年、マッハ号、車不安に話題、子供時代の夢実現、前橋の自動車工場とありますね。こちらですね、記事にいきます。地元住民に親しまれてきた、前橋市富士見町小暮の自動車整備工場福田モーターズに、県内外から見学者が絶えない。生まれては1960年代のテレビアニメマッハ555で主人公が運転するマッハ号と、これですね、イタリアの名車ランボルギーニカウンタック風の車サンバルギーニコカウンタック、これですか、はい、同整備工場を営む福田博之さんが、子供の頃からの夢を実現しようと制作した。試行錯誤を繰り返した手作りの繊維強化プラスチック、製ボディをユーノスロードスターでスバルサンバーにそれぞれ乗せている。ユーノスロードスターに乗せたのがこのマッハ号ですね。でスバルサンバーがこちらのカウンタック、コカウンタックですか、そういう感じなんだそうです。ライトや燃料タンクの位置の調整などで保安基準に適合されており、高度でも走行可能だ。構想から完成までマッハ15の号は、まあ、じゃあマッハ号は15年、コカウンタックは3年を要した。県内外での自動車イベントで愛車の完成度の高さと福田さんの人気が、福田さんの人柄が人気を博した。テレビ番組や YouTube で紹介され、車好きの間で話題となっている。福田さんは3代目の夢のスポーツカー制作に取り組んでいる。何ができるか完成するまで秘密です。車好きと購入を想像すると作業がはかどると目を細めるということなんだそうです。この中で動画も出てますね。こちらです。はい、これもやっぱりそのコスプレの一環と言っていいんでしょうね。この福田さんのこのコスチュームもそうなんですけど、バハゴの主人公ですね。こんな感じで車とともにこうポーズ決めてます。こういう感じですね。はい、これで、こちらがこんな感じです。ここで公道を走るというのはやっぱりすごいなというふうに思います。はい、で同じ記念はこちらですね。こちらはですね、読売新聞からです。2021年9月20日、半年ぐらい前の記事なんですが、同じぐらいの記事でこんな感じで紹介されています。こんな感じですね。こちらはユーノスロードスターから、マッハ号を作りました。でこちらはスバルサンバーからこうコカウンタックを作りましたよという感じになってますね。もうちょっと分かりやすい記事になってます。こんな感じです。気になるところが、15年と3年かかったということ、ちょっと経費用がどのぐらいかかったのかというのもちょっと気になるところなんですが、そのあたりはこう明らかですね。15年コツコツとやってきたということなんでしょうね。車代の他にもちろん材料費ですが、工賃などかかっている、かかっているとは間違いないんですけど、それがどのぐらいか気になるそうです。あとは3代目ですね。こちらの記載の記事にありました通り、3代目を作っているということなのですが、やっぱり何がしかのアニメか漫画かの登場する車を実現させているのだろうなというふうには思うのですが、果たしてそれがどのなのか、何年後に完成するのか、それともちょっと気になるところだと思います。はい、でこちらの今回の2つの記事ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、興味があればクリックして読んでいただいて、3年後どんな車が出てくるか楽しみに待ってみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で聴者などに掲載された良いニュースや楽しみで皆さんと共有していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。